力に物を言わせて弱者をねじ伏せる、最近じゃよくある話。でもアベンジャーズは違う。そう信じてる。ずっと考えてた。こうなったのには理由があって、私はこの時を待ってたのかもって。想像もしてなかった自分になれるんじゃないかって。そろそろだ。椅子は倒せないのか。すごく綺麗。なんで金色じゃないのにゴールデンゲートブリッジなんだ。ライバルがたくさん。すごい物語がこの数だけ。競争があってこそ上達するものだ。作品気に入ってもらえなかったらどうする。完璧じゃなきゃダメなんだよ、わかるでしょ。お前が生まれた時、お兄ちゃんはお前の目がギョロギョロしてるって。え？だが私はこれほど美しい目を見たことがなかった。人にはそれぞれ個性がある。自分自身に誇りを持ちなさい。大好きだよ。私もだ。大丈夫、きっと優勝できるさ。ねえ、想像できる？発表します。ファンフィクション部門最優秀作品はカマラカーンのアベンジャーズ対悪の下水トカゲ軍団。監修は大興奮です。その池だカマラ。約束してくれ。どうであれ、うん、ちゃんといい子でいる。こらこら、いい子でいるんじゃなくて行動で示せ。その通りだ。皆さん、あちらがアベンジャーズの西海岸支部になります。では間もなく。急いでアブ、行こう。わかったわかった、そう慌てるな。はい、ということでね、本日のご視聴ありがとうございます。今日からですね、Xbox のゲームパス for PC に入っているアベンジャーズというゲームをね、実況プレイしていこうと思います。オリジナルストーリーということで、もうアベンジャーズファンにはたまらない作品で、前からちょっともう早くやりたいなと思ったんだけど、なかなか時間がなくてできなかったんですけど、今日からね、このアベンジャーズの、実況プレイ動画、撮影していこうと思いますので、よかったらお付き合いよろしくお願いします。一緒にね、アベンジャーズの世界楽しんでいきましょう。アイアンマンとかも出るんでね、ハルクとかも、よかったら一緒に遊んでください。ということで続きいきましょう。これダッシュ、おお、おお、すげえ。これディズニープラスで見てましたね、キャプテンアメリカ。おお、いけてる、すごいな。これハルク、でっか。おお、アイアンマンだ。これどうやって撃てんだろうね。アベンジャーズデーにようこそ。あ、ここになんか本がいろいろある。X 直し。ファイナリストね、お名前は？カマラカーン、こっちはパパだよ。ユスフだ。ようこそカーンさん、コミック探しにもぜひ挑戦してね。5冊集めればビップ席にご招待。全部集め終わったらエレベーターでスマートフォンをスキャンしてね。楽しんで。コミックならたくさん持ってるだろう。でもビップ席だよ、集めないと。
すごいね。でも本物に会いたいな。まあ、この5冊をまあ要は集めればいいっていう感じですね。戦術意識、上で戦術意識を発動し目標マーカーを表示。ほう、上、あ、そこに行けってことか。ここ何？ Windows バイト。おお、すげえ。これで、あ、赤狙うね。緑を狙っちゃダメ。ほら、50ポイントで勝ちか。楽勝。もう楽しい。頭狙うとなんかいいとこあるのかな。ほら、楽しいね、これ。ほら、あ、やった、本もらった、やったね。コミックを集めることに少量のステータスボーナスが付与されます。たくさん集めてボーナスを増やそう。あ、ここはアイアンマンじゃない。おお、どうしたの。このコミックはもう持ってるんだ。キャプテンアメリカのやつがあれば全部揃うんだけど。待って、2冊持ってるなら交換しない？うん、いいよ。やった、じゃあまたね。わあ、すげえ、アイアンマンコーナーだ、ここ。わあ、なんかアイアンマンのヘルメットかぶってんだけど。わあ、すげえ。ちょっと見ていい？お、フィギュアもある。バッグもあるよ、バッグ。え、これ欲しい、手のやつ。すごい、リパルサーグローブだ。試してみないとね。え、かっちょいい。小さすぎて見えなかったぞ。オーディンの息子の前だからとてそう縮こまることはない。名は何と。カマラカン。うん、で、その手につけてるのは。高密度乳粒子ビームだよ。モデル3のリパルサーグローブ、トニー・スタークの自信作。キュー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 。なんと恐ろしい。よほど恐ろしいものが作ったのだ。そうって面白い。そうだろう。見よ、真の武器には改良など必要ない。ふさわしき男のみが、うん、女のみがハンマーの力を手に入れるだろう。いかにも。それがスタークの玩具との違い、神の力だ。あ、うん。でも、みんな最初は苦労する。でしょ？うん、ああ、その通りだ。お前は若いのに、とても賢いな。ありがとう。あなたも。カマラカーン。うん、その名は覚えておく。雷神に会ったなんて信じらんない。夢じゃないよね。すげえ、マイティソーだね、今の。映画見ましたよ、全部。アイアンマン、アイアンマン。はい、アイアンマン。かっこいい。これ俺もやってみたかったな。あとそこだね。あ、もうキャプテンアメリカだ。おい、押しましょう。
全部なくなってる。二次戦の時にヒトラーをぶん殴ったキャップの盾だ。超かっこいい。邪魔だぞ。ごめんなさい。本物のファン以外はお呼びじゃないね。ねえ、本物のファンじゃないってこと、私も選ばれたのだ。アベンジャーズがお前のなんて読むかよ。ほら消えろ。群衆やメディアや世界さえも解けと言ったら、真実の川のそばで木のように根を下ろし、こう言い返せ。そっちが解け。は？知らないの？ファンじゃないね。ああ、行こうぜ。切れた。今のなかなか勇敢だったじゃないか。ありがとう。キャプテン・マーベルのファンだね。今地球にいないのが残念だ。本物のキャプテン・アメリカだ。私カマラ、カマラカーン。カーン、カーン。君の物語は確か下水道の…トカゲ軍団だよ。ああ、それだ。ソーが気に入ってたよ。アスガルドにも同じようなトカゲがいたって。まさか読んだの？全員のね。嘘、すごい。キャップ、ステージに行った方がいい。タールトンも動揺してる。ソーはどこだ？まだ来てないのか？私会ったよ。話したのはスタークブースだった。でも、もういないかも。だって出てくの見たし。この子誰？ナット、紹介しよう。こちらはコンテストの参加者、カマラカーン。下水道のトカゲ軍団には詳しいぞ。ああ、あれね。私が下水溝の蓋で戦うとこ、最高だった。マダムヒドラとの戦いに比べたら大したことないよ。あれは、すごかった。ああ、ステージに行かないと。ああ、それじゃ、カマラ。それじゃまた。またね。キャプテンアメリカ、ブラックウィドウもいる。ああ、もう心臓止まりそう。やべえな、ちょっとゲームでこれ味わえるってやばいね。よし、これで2つ。次のコミックを集めるためにもやらなくちゃね。あとはどこだ？お、すごい。ここ何？もうなんかすごい、こんなに大きいなんて。こんな祭り行ってみたいよね、ほんと。皆さん、愛人の力ですよ。やってみませんか？ほら、ほら、いいの？あ、これ、お、やりたい。試してごらん。マイティソーのやつだ、これ。あ、くそ。ハンマーに挑戦しなきゃね。もう一回、もう一回。コミックだよ。お、やった。ありがとう。また一冊ゲット。ソーのハンマーを持ち上げてみませんか？そっちにあるんだけどね。あ、こっから行くのか。あ、なるほど。やった、コミックだ。お、スタークの大げさな言動に惑わされない。学者たちだ。金持ちのおもちゃじゃない。テリジェンは人々のものだ。まだ遅くない。
大事なことが何かを忘れないで。私たちの研究が世界を変えるのよ。仰々しいことが嫌いなのは知ってる。でもその価値はある。横取りされるぞ、金も。そうはさせない。あなたの見せ場なの。スタークの資金とあなたの頭脳、それであなたはみんなのヒーローになれる。わかるでしょ。もう少しなのよ。ここだったか、ブルース。朝からいなかったようだけど。仕事があったから。ああ、知ってる。どうしたの？いや、でもちょっとした反応が。それも妙なものがリアクターに。それでジョージ、君は正しい。やはりこのことを公表するのは早すぎたようだ。計算をやり直せないだろうか。そのもう一度。ああ、もちろん。ありがとう。すまないね。君、ここで何してるんだ。その迷子かも。そうか。それじゃあメインイベントに戻って、これはもう持ってるし、ま、よし。他の子が持ってるコミックと交換できるかな。ちょっと待てよ。あ、この子と交換できないかな。ほら、欲しかったコミックってこれでしょ。やった、交換しよう。いい取引ができてよかった。あと少し。絶対ビップ席に行くんだから。次はあっちの奥だったね。あっちの奥に一冊あるんだよね、そこ。あ、そこだ。逆だな。お、コレクションアイテムゲット。おお、すごい。あ、ハルクだ、これ。ハルクスマッシュだ。あ、おー、よし、やってみよう。ほら、あ、イエーイ。ハルクの本ゲット、やったね。やった、全部揃った。これでビップ席に行ける。おお、ビップ席行きたい、早く。行こうだ。あ、そこだね。フューリー長官。長官、ヘリケリアのリアクターに、その、テリジェンを使用することに懸念は？全く未知の物質で。安全性については何一つ問題はない。キメラによってアベンジャーズとシールドが世界に平和をもたらす。どうも。ブルーノが見たらひっくり返っちゃうかな。おっ、君、気をつけて。うん、ごめんなさい。ビップ用エントランスでアブーと会う。これだ、ビップだ。エレベーターから VIP 席に行けるぞ。開け、ゴマ。いでよ、コミックの魔人。おお、やった、入れる。おお、なんかすごそう、ここ。さあ、後ろ向くよ。おお、すげえ。人生最高の日だな。そうか、よかったな、鎌田。わあ、すげえ。そしてもう一つ、新たなクリーンエネルギー源、
テリジェンを発表できることになる。非常に強力なエネルギーだそうだ。その仕組みについては発見者のジョージ・タールトン博士から説明してもらおう。ああ、ありがとう、キャプテン。キャプテン・ロジャース、キメラは新しく発見された鉱物テリジェンをエネルギー源としています。3年前、私は奇妙な岩をサンフランシスコ湾で発見しました。実験を重ねていくと、この鉱物は、いやー、サンフランシスコ、住む人も食べ物も最高。でも、駐車場は、これは対策を考え中だ。いい、僕。これは良くない。ここを出よう。さあ。単なる事故にしては結構派手ね。これは事故じゃない。そう、トニー頼む。分かった、ついてこいよ。クイーンジェットの準備を任せたぞ。了解。戦える。B で回避ね。オッケーオッケー。これで回避。オッケー。おお、銃撃攻撃。ああ、なるほど。お、なんだこれ。ああ、雷の力を付与できるのか、これ。あ、なるほど、なるほど。そう、本当に助かったよ。市民がまだあのバリケードの裏にいるんだ。わかった、下がっていてくれ。私が何とかする。援護は任せろ。そう。これを壊すの？Y 長押しでパワー。おお、すげえ。面白くなりそうだ。おお。そう、相手は何者だ。さて、自己紹介はなく。ほら、待て、あの銃はシールドのものだ。ビール司令官に連絡しろ。今日襲撃してきたのには、あ、強い強い、何か意味がありそうだ。そうだな、ブラス、状況が分かるまで僕はキメラに残る。で、これで X 流し。怪我はないか。ああ、ただ動けなくて。安心しろ、私が来たからには大丈夫だ。ありがとう。そう、安全な場所に避難しろ。これは破壊するのね。ありがとう。そう、ここにいる。すぐ助けが来る。新しいターゲットだ。神を殺せ。これ強い。おお。強っ。で、こうやって投げる。LB? おお、すげえ、必殺技これ。おお、すげえ、すげえ。
この中で出てきた。ああ、これで倒せるね。後ろからも狙うね。アイアムだ。おお、すげえ。これで、おお、おお、すげえ。いてててて。おお。空飛べる、空飛べる、やっぱアイアンマン。敵に踊らされてる感じがする。何か裏がありそうだ。おお、食べれんのこれ。取り囲むんだ。上のやつ落とします。一網打尽。やば。わ、水流式これ。シールドのトラックに機関銃を装備させるなんて言ったこと誰が考えたんだ。そうか、俺だった。あ、これ HP 回復か、これ。どこ？ああ、そこいた。トニー、そっちで何が？気にするな。何も問題はない。もしあるとすれば。船はまだ飛べないはず。どういうこと？セキュリティシステムが書き換えられた。自動操縦機能が乗っ取られてる。ハイジャックね。戻る。ダメだ、橋を確保しろ。市民を巻き込むわけにはいかない。了解。行ってブルース。ああ。これでハルクじゃないかな、確か。いいね、最初からいろんなキャラ使えなの。おーおー、掴んだ敵を投げる。お、すごい。巨人が参るぞ、巨人が。そこにほら。うわ、戦車。いてててほら、戦車なんか怖くねえぞ、ハルト。で、壁からジャンプ。おお、さすがハルク。
あー、はあ、おお、さすが。うら、俺ハルクだ。今日は楽しいパーティーになるはずだったのにな。集中してくれ。あー、なるほど。やばいやばいやばい。崩れる前に急いでいかんと。アイラブ、人はどうだ。戦車が橋を破壊しようとしてる。やつらを倒さないと橋が落ちる。やばい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 。これ以上のお仕置きはたくさんだ。何これ。うわすげえ。両腕でパンって言ったら敵が。見つけた。早くクイーンジェットを着陸させましょう。危ない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 。わからない。リアクターの調子が悪いようだ。モニターの数字がどれもおかしい。海域の熱源に引き付けられてる。このままじゃ街が危険だ。もう一度言って、よく聞こえない。ナット、音を。あ、次キャプテンヒーローだ。キャプテンアメリカ。おー、すげえ。爆発するぞ、急げ。やば。あ、これでガードね。ナット、ナット、クソ、ナット、いるのか。通信が途絶えた。キャプテン、問題が発生した。ガード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 。奴らは君らを乗っ取るつもりだ。そのことではない。こんな数値は見たことがないぞ。フェイント、フェイント、フェイントかましてく。おお、すげえ。みんな、君らが攻撃を受けてる。市民を避難させるんだ。あー、飛び越えて変わるんだ。いいな、落ち。おー、すごっ。ここも？こういうことか。タルト、状況は。ヤツらが安定しないんだ。テリジェンの分子構造がおかしい。機体のものに変化しているのか。何かがリアクターにエネルギーを供給しているみたいだ。まさか、ありえない。やーべー。後で連絡する。やばい、どうにかなんないかな、これ。タルト、タルト、アベンジャーズ、聞こえるか。外はどうなってるんだ。今ならディズニープラスのあれで見た、これ。アベンジャーズ、報告を。爆発させるつもりよ。まずい、落ちるぞ。
繰り返す。音波破壊爆弾よ、一刻も早く確保して。音波爆弾？嘘だろ。黒煙が使用禁止にしたはずだ。この目で確かめよう。タスクマスター。15キロ以内が全部液化する前にだ。あらグザグザ溶ける暇はない。殴れ殴れ。みんな聞いてくれ。地震計の通知がおかしい。トリ、トラックが。わかった。ほら、下ろせ。下ろしやがれ、この野郎。禁止ですかこれ。ジェットパック壊しちゃった。構わん、これがある。しまった、渡しなさい。なら通りに来い。またメモを取ってるの。ほら、私の戦い方を見て学ぶんでしょ。ほら、俺は写真的反射能力だ。パクリって言うのよ。うわ、この状態でも、あ、落ちるんだ。で、ウィンドウのグラップルとか青か黄色のインジケーターでカウンター攻撃を狙う。ほう。常に一歩遅れて歯がゆいだろうな。キメラが目的なんでしょう。どうするつもり？オークションでも？目的はもっと価値あるものだ。何なの？サプライズにとって。おお、きれい。
強い強いこれ。まだ真相を掴んでいないのか。降参する。まさか。なんだこれな。効かない効かない。ほうになってる。なんだこいつ、どんな能力を持ってんだ。さっきまで聞いてたのに。それで調査して何が分かったんだ。あなたは黒幕じゃない、ただのおとりだ。話はおしまい。おおすげえ。どうしたの、サプライズは嫌い。次はちゃんとメモ。今のは読めなかった。これで勝ったとでも。一体何が言いたいの。周りを見ろロマノフ、世界はこの日を忘れない。ヒーローの最後の日としてな。どうなってんだ。間違う。まんまとはめられた。スティーブ聞こえる、早く逃げて。カモロ。アベンジャーズは危険かつ検証が不十分な技術を公開し、大惨事を引き起こしました。我らが愛するキャプテンアメリカ、そして罪もない多くの尊い命が失われ、今なお大勢の人がエーデーと名付けられたこの惨劇の未だ癒えぬ傷に苦しんでいるのです。人々は異様なさなぎとなり、この世ならざる能力を得て生まれ変わるという病に侵されました。治療法が確立されないまま感染は拡大。シールドとアベンジャーズが事態の収束を約束する中、一つの時代の終わりを告げたのはバナー博士の証言でした。あなたたちヒーローはサンフランシスコを伝染病とガスの蔓延する隔離地域へと変貌させた。感染した怪物たちが国中で惨事を起こし、正体を隠して影を潜めている者も多い。博士、もう一度聞きます。アベンジャーズは社会の脅威ですか。はい。活動が違法とみなされ、かつてのヒーローたちは解散。しかし希望は芽生えるものです。スターク・インダストリーズ亡き今、エーデーの被災者にしてアドバンスド・アイデア・メカニクス創設者ジョージ・タールトン博士は、科学こそがこの国難を解決する手立てだと考えています。あの日キャプテン・ロジャースに何が起きたのか。私はリアクタールームにいなかった。だから真相はわからない。でも約束します、私は神にもらったこのチャンスを人々のために使う。エイムはインヒューマン病を必ず治してみせます。インヒューマン病に引き裂かれた家族にとっては救いの言葉です。しかし実現できるのか、エイム批判の声も絶えません。武装集団通称レジスタンスはその勢力を増しています。エーデーの記念式典からフィル・シェルドンがお送りしました。はいはい、東大元暮らしっていうやつよね。もうみんなどこなの。手がかりはあるはずだよ。すれば全部コピーできる。見つけよう。これこれ。あ、レトロなスターク。ああ、
ちょっといいかい、カマラ。うん、どうしたの？あと数時間でみんなモスクのリトリートに行く。お前もバスで行けば間に合うぞ。今日だっけ？カマラ、前にも言ったろ。リトリートなら日常を忘れられる。いい機会だ。心から笑っておいで。お前が行かないと、ナキアもがっかりするぞ。そうだね。考えてみる。ああ。それがいい。あ、アイスクリームもあるぞ。あ、それにな、女の子だけで楽しめるんだから。愛してるよ。私もだよ。分かってない。よし、続けよう。パスワードのヒント、初恋か。うん、そうだ、これで。嘘。ああ、大丈夫、絶対わかる。よし、これだ。そんな、お願い。まさか本当に？はい、ということでね、今日はちょっと長くなったので、ここら辺で終わりたいと思います。またね、この時間ぐらいがちょうどいいって思ったら、よかったらコメントでね、教えてくれたら嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらね、登録、そしてコメント、高評価よろしくお願いします。次回はね、また明日あげようかなと思ってます。よろしくお願いします。